11月来た時はその地物のね、じゃあ藤井プロでした、見てきたいと思います。どう、能にあるみたいなんで、RV パーク能の方にまた戻って、で三栄に行って、ちょっとね時間がもう1時半過ぎてるんで、そこで買い物をして、そのまんま海テラス行っちゃうかちょっと悩みますね。またその時に考えます。まあ大荒れってほどでもないか。はい、じゃあね三栄着いたのでちょっと買い物していきたいと思います。折り紙ある？じゃーん。ちょっとね、結構ね、今雨が強くなっちゃって、ちょっとね、もう観光をするのはやめて、もうこのまんま道の駅に向かおうかなと思ってます。で、今日行くのが道の駅の、海テラスってとこなんですけど、この道の駅って、温泉があって、なおかつ貸し切り風呂がある温泉なんですよね。久々にね、温泉も入れるんで、向かっちゃおうと思います。道の駅海テラス、なんていうのだろう、思ったよりか傾斜がありますね。レア、はい、ゴシゴシして、ゴシゴシして、あ、偉いじゃん。ちょっとズッキーニ、かわいい。じゃあちびっこランドかって。なんかうち遊べるとこあるぞ。へえ。あ、ピンクがまた。ぷかぷか浮かぶやつ。そう。ちゃんと持ってて。どうする？いっぱい入れ始めたの。あれかな。お風呂の中にもしかしたら温水プールとかあんのかな。ただあんなでかいよ。多分あんじゃん。思ってた以上にこの道の駅で の鮮魚のねコーナーが物がなくて、正直ねちょっとね全然買えなかった。3時に行ってもうちょっと物がない状態、もう選べなかったんで、こっちではねこんなものを買ってきたね。マゴチっていう上越産のものと、カンパチ、あとマグロのたたき、あとね上越のお酒、これ美味しそうだよ。今日はねこれらを使ってご飯を食べていきたいと思います。で今ね時間が3時、54分で、温度が 25.8 度、湿度が 72%、6時から、お風呂予約しましたんで、まあ2時間ぐらいねちょっと車の中でダラダラして、それから、お風呂に向かいたいと思います。日本酒を飲むときはこんな感じで車内で YouTube 見ながら時間潰してます。ママ手裏剣作ったことないんだよ。ママ散らかっぱなしろよ。どうやったんだろう。散らかっぱなし、ちゃんと掃除機、ふーちゃん散らかっぱなしだった、早くしてください、ね、じゃあこれから貸し切り風呂、久々の温泉に行ってこようと思います。6時からなんでまだまだ余裕ありますけど、ちょっとね笹団子買ったりとかね、いろいろしようかなと思ってるんで行こうと思います。行こう、よし、じゃあ行こう。買えなくなっちゃいました。なんか広い、お、こんな感じなんだ、プールか、さ、本当のプールだね、うん、オーナースだったの、中じゃないんだ、中だ、あ、で、あそこがあれなんだ、こんな感じです。ここがプール、あ、そうかもね、いいの、すごいね、入りたい、はい、じゃあ温泉の方行ってこようと思います。ここにねプールがついてましたね、よいしょ、うん、どんな感じ、ここからお部屋にストイレがここにあって、あれ閉めた、うん閉めた、あ、広いね、思ったより広い、危ない危ない、
お、うーちゃんお風呂でっかいよ。わ、すごい、こういうか。わー、うーちゃんお風呂でっかい。あ、ちゃんと子供用の。こういうのあるんだね。ちょっとちっちゃい子がいても一緒に入れます。で、ね、洗い場は一つしかないんですけども、まあ、全然広いんで、すっごいね。いい感じ。いい感じ。いい感じ。じゃあお風呂入ろう。お外見えるよ。ね。今日ね、ご飯買っちゃったんであれなんですけども、あの全然ここでご飯食べることも可能なんで、やっぱね、この時期なんでね、個室だって嬉しいですよね。ちゃんとドライヤーも、うん、ちなみにジャグジーにもなります。ふーちゃん初ジャグジー風呂でした。楽しかった。楽しかったね。初めてのジャグジーだった。うん、初めてのジャグジーだった。ジャグジーだったよし、じゃあ受付行って一回返してから牛乳飲み行こうね。頑張って。よし。で、今度青いの押して。頑張り頑張り頑張り。よー。取れる？うん。ジャブちゃん乾杯しよう。ジャブちゃん乾杯しよう。乾杯。瓶、リルリルする。飲めた？うん、いい感じでちゅう。ゆっくり、はい、今温泉から帰ってきました。新潟の名物なのかな、もう笹団子、あの店終わったんでね、先に買ってからお風呂に行ってきました。それね、これもね、後で食べようと思います。ねえ、うちゃん、お団子食べる人。じゃあ、あんまりハワイの研究はない。多分ね、やっぱね、そういうのがね、お伝えできたらなと思います。これ、ママ、おばさまに、すみむちゃんはカエルパッド見てます。パパは今まだコメントの方を返させていただいてます。今日はね、佐藤のご飯をレンジでチンしていきます。今日の地物のね、刺身を一緒にこれで食べながら、ママは一杯飲んで、パパはノンアルで、ね、さっき買ったやつですね。ママはこれドライゼロの、違う、サマーショットかっていうやつですね。カロリーゼロ。さあ食べよう。はい、じゃあいただきます。ちょっとだけね、こんなもんからいこうか。あ、飲みやすい水。ふーちゃんご飯あげるよ。それ食べるね。みーちゃんすごい食べる。眠いの。じゃあ、はい、乾杯しよう。乾杯。乾杯。ふりかけくっついてる。ふーちゃんは勢いよくご飯を食べてお腹いっぱいになったようで、後ろのベッドでゴロゴロしてます。飲まない。マジで。くっついちゃってる。早く向けよ。いや、向きたいんですけど。早くしろよってね。いや、向きたいんですけど、めっちゃくっついちゃってる。ふーちゃん、ふーちゃん、見て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 。おいしい人。こんな感じで全部食べ終わりました。ちょっと待って、はい、何やる？さあ、どうしようか。すいません。僕と一緒にお出かけしよう。どこ行く？うん、じゃあメリーゴーランド。メリーゴーランド？じゃあ歯医者さん。
歯医者さんにお出かけするの？福ちゃんの頭につけてるのは今日買ったやつです。あ、かわいい、ういちゃん。すごい飛んでるじゃん、ういちゃん。すごいね。これから大人たちの笹団子時間です。パパ、あのスプーン欲しいの？食えよ。いやだ。いやだ。パパ、そんなママみたいに野獣に食えない。食べれる。上だけで食ってても。そんななんか野生の人みたいな感じで食べれない。食べれない。上だけ食べ。今そういうキャラで行こうと思ったら。まだ食べてんの？まだ食べてる。なんバキュー。今ね、11位なんですけども、気温の方は 25.3 度で湿度が 75% で、体感もう少し低いように感じるかな。結構涼しいぐらいです。ねんねするよ。かたたまりさん、おやすみ。おやすみ。おやすみ。またね。またね。じゃあおやすみ。今ね、6時半前なんですけど、気温の方が23度、湿度が 80%、 気温はね、23度なんで全然快適に過ごせるレベルです。時間だよ。うん、今体温上昇させて起きようとしてます。よいしょ。あとね、こんなもんですね。こんぐらいです。清水があとこんだけしかないので、まあね、手洗ったりとか顔を洗ったりとかするぐらいはまだまだあるんで、まあなんとかね、足りるかなと。ぐっすり寝てるよ。うん。ね、今日はね、さっき紹介した通りね、シンクがもうあんまり水がないんで、紙コップとかね、洗い物を極力少なくするプランで進めております。えらいじゃん。よいしょよいしょよいしょ。無事着陸。いただきます。いただきます。朝ちょっと早めに出るから簡単なものしか作る。チャンネル登録やって。見てよ、 YouTuber じゃなくてうちゃんなんだよ。あー、ママに意地悪されてるじゃん。うちゃん、カビゴン楽しい？んもうママやっちらい。で、これから魚沼の里っていうところに向かいたいと思います。で、ね、場所が今魚沼市の方なんで約2時間ぐらい、走行距離にすると90キロぐらい走って、向かいたいと思います。開けた？よし、行こう。じゃあ、樽の方見ていきたいと思います。すごいね、この樽の数。多分室温管理とか、室温とかすごいんじゃない？左側が純米吟醸で雪の貯蔵300。これか。で、こちらが普通の純米吟醸。これね。飲めそう。これがこれ。どう？うん。こっちの方がさっぱり後が。あ、そう。見た目こっちの方があれだけど、どっちが良かった？私はこっち。この白いやつ、うん、じゃあ白いやつ買っていこうか。
なんか飲みやすい、うん、そうだね、金城と本城っていうのこれ。さあさあ、冷蔵庫に入れるよ、こちらで。3時間ぐらいだでね、もうこっからはね、あとはあの帰宅するだけなんで、じゃ帰りもね気をつけて帰っていこうと思います。でまたね、次がねいつになるかちょっとわからないですけど、またこういうね、気ままなね旅ができたらいいなと思ってます。まあ、まだまだちょっとね油断はできない状況ですけども、まあ、今後も、まあ、そういった3密とかに気をつけながらも旅がね続けられたらないなと思ってます。じゃあ今回の動画はここで終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンを押したら、じゃあまたね。